はい、ケンケンです。今日はコーヒー豆の保存方法について比較実験をやっていこうと思います。今回比較するのは6種類、常温保存、真空の常温保存、冷蔵保存の結露あり結露なし、冷凍保存の結露あり結露なし、この6種類を比較してみようと思います。それではね、今回比較に使用するコーヒー豆焙煎していこうと思います。はい、それでは今回比較に使用する生豆ですね、コロンビアのラ・ロマ農園を使っていきます。6種類と結構量があるので、今回は 400g で焼いていきます。焙煎度合いはシティロースト、1ハゼ10分狙いで焼いていきます。今回は焙煎動画じゃないので、ちょっと焙煎の様子はダイジェストでお送りします。はい、1ハゼですね。はい、そして2ハゼが来てます。ここで入り止めていきます。はい、焼き上がった豆はこんな感じです。今回のプロファイルちょっとだけ載せておくので、気になる方は一時停止して見てみてください。はい、というわけでね、無事に焙煎完了しました。それではね、この小さい容器に移し替えて、それぞれの場所に戻って眠りについてもらいたいと思います。このガラスの容器、ダイソーのやつなんですけど、1個100円でめっちゃいいですよ。今回はまず2週間後、焙煎から2週間後の比較やっていこうと思います。一応ね、1ヶ月後の比較用の豆も取っておくので、その分も入れ分けていこうと思います。はい、というわけでこんな感じでね、入れ分けることができました。この左から2番目のでかいキャニスター、これは真空保存用の容器ですね。先にこいつを減圧しちゃいましょう。この真空キャニスターに関しては過去に動画1本撮ってるので、気になる方は一度見てみてください。はい、というわけで減圧できました。それではね、それぞれの場所に保管して2週間後どうなってるか見ていこうと思います。とその前に結露の方法ですね。冷蔵保存と冷凍保存に関して結露させるものがあるんですが、結露させる方法について説明しておこうと思います。今回比較対象に結露させるものを入れた理由なんですが、コーヒー豆の保存において結露っていうのは良くないものとされているんですが、鮮度を保つためには冷凍保存がいいとも言われています。ただ冷凍保存をしてしまうと、必ず豆を取り出す際に結露してしまうので、冷凍保存で結露させないためには1回の使用分を小分けにする必要があります。その保存方法はかなり面倒くさいので、本当に結露の影響があるのか今回見てやろうという、そういう趣旨ですね。で、結露の方法なんですが、大きいキャニスターに 200g とか 300g のコーヒー豆を入れていて、それを毎朝冷凍庫とか冷蔵庫から取り出して、1回の使用分を使ってまた冷凍庫とか冷蔵庫に戻すというのを想定します。なので冷凍庫冷蔵庫から取り出したコーヒー豆、この容器の蓋を開けて1分間常温にさらします。というのを1日1回毎日行って、どう影響が出るのか見ていきます。それでは2週間後へどうぞ。2週間後、さあ始まりました、第1回コーヒー豆保存方法選手権大会。まずは選手の入場です。向かって左端から常温保存選手、真空保存選手、冷蔵結露あり選手、冷蔵結露なし選手、冷凍結露あり選手、冷凍結露なし選手。使用するドリッパーはハリオの V60、 ペーパーフィルターはアバカフィルター、お湯の温度は85度で戦っていきます。負けられない戦いがここにある。ちょっとこのノリきついんで普通に戻します。はい、常温保存の豆ですね。見た目、表面に油がにじみ出ている様子がわかると思います。結構な量出てるように見えますね。
はい、それでは抽出していきます。ブラシの膨らみ具合、2頭目の膨らみ具合、どんな感じですかね。やっぱり常温保存、2週間経つとブワブワっと泡が出てくるような膨らみはないですね。ただガスが抜けきってるわけでもないので、まだまだ美味しく飲めるような印象ではありますね。さあ2投目どうでしょうか。2投目になると泡が少し出てきますね。ただ細かい泡といった印象ですね。結構鮮度の高い豆だと大きい泡がブワブワっと出てきたりするんですけど、結構細かめの泡が出てきましたね。はい、それでは常温保存抽出完了ですね。続きまして真空の常温保存抽出やっていこうと思います。豆の見た目はこんな感じ。やっぱり表面に油は浮いてますね。たださっきの常温保存と比べると少しだけ油の量が少ないように感じます。それでは抽出の様子を見ていきます。まずは蒸らしですね。蒸らしの膨らみ方、ほぼ常温保存と違いはないですね。同じような膨らみ方をしているように見えます。程よくガスが抜けてて、まだまだ美味しく飲めるような状態に見えますね。真空保存も。それでは2投目注いでいきます。さあ2投目はどうでしょうか。やっぱり細かい泡が出てくるといった感じですね。普通の常温保存と見た感じ全く一緒のように見えます。はい、それでは真空保存も抽出完了です。はい、続きまして冷蔵保存の結露ありですね。毎日結露させたものになります。見た目はこんな感じ。表面の油の様子は全くないわけではないですけど、かなり少ないですね。ちょっとテカって見えるかなぐらいですね。油がにじみ出ているという様子ではありませんね。それではこちらも抽出していきます。まずは蒸らし。常温保存と比較すると少しだけ膨らみが大きくてガスの勢いあるように感じますね。ただ常温保存とそこまで大きな変化があるとも言いづらいですね。さあ2投目はどうでしょうか。2投目の泡の量、やっぱり常温保存より多いですね。2投目の方が違いがはっきりとわかる感じです。やっぱりガスの量、常温よりは冷蔵保存の方が多いみたいですね。はい、続きまして冷蔵保存の結露なし、2週間ずっと密閉されたまま保存したものです。こちらも表面の様子見ていきましょう。少しだけ油がにじみ出ている部分がありますが、全体的な質感としては冷蔵保存の結露ありと同じような見た目ですね。はい、それでは抽出やっていきます。そうですね、やっぱり常温保存よりは膨らむ。ただ冷蔵保存の結露ありなしの膨らみ方の違い、これはなさそうですね。はい、それでは2投目どうなるでしょうか。同じみたいですね。冷蔵保存、結露ありなしの膨らみ方、蒸らしも2投目も同じようなガスの出方に見えます。結露のありなしによってガスの量に変化はないみたいですね。はい、続きまして冷凍保存の結露あり、見た目はこのようになっています。
かなり見た目違いますね。油がにじみ出てる様子ほぼなくて、全体的にマットな質感に見えます。一粒だけ油がにじみ出てる豆もありますね。はい、それでは抽出です。蒸らし、どんな感じになるんでしょうか。やっぱり冷凍保存が一番膨らみますね。蒸らしのお湯を注ぎ切った後、花が咲いてくような膨らみ方、一番大きいですね。はい、それでは2投目注いでいきます。2投目の膨らみ方、やっぱり一番違いますね。泡の大きさがかなり大きいのがわかると思います。ガスの量がかなり多いので、2投目を注いだ時の泡の大きさ、これが大きいですよね。はい、続きまして、冷凍保存の結露なし、見た目見ていきます。やっぱり冷凍保存、かなりマットな見た目ですね。油感っていうのはほぼないですね。冷凍の結露ありなしの違い、これもほぼなさそうに見えます。はい、それでは抽出。かなり綺麗に膨らみますね。やっぱり冷凍保存、ガスの量が多いので綺麗に膨らんでくれます。膨らみ方に関しては結露のありなしは関係なさそうですね。それでは2投目、泡の大きさに注目してみましょう。このようにかなり大きい泡が目立ちますね。ガスが多い証拠だと思います。ガスが多ければ多いほどいいというわけではないんですが、鮮度を見極める上での一つの目安にはなると思います。はい、それでは飲み比べやっていきます。それでは飲み比べしていきます。まずはこちら、常温保存ですね。いただきます。まあ普通に美味しいですね。続きまして、真空保存、真空の常温保存ですね。いただきます。確かに酸化したような味が少なく感じますね。ちょっと一通り一回飲んでみます。次、冷蔵保存の結露ありですね。冷蔵保存の方が香りを強く感じますね。次、冷蔵保存の結露なし。ちょっと違いがよく分かんなくなってきました。次、冷凍保存の結露あり。なるほど、冷凍保存が一番甘みを強く感じますね。次、冷凍保存の結露なし。なるほど、今冷蔵保存の結露ありとなしを交互に飲んでたんですけど、多分これ違いわからないですね。ブラインドで出されたら絶対わからないです。ちょっと冷凍の結露ありなしでも飲み比べてみます。やっぱ冷凍保存も結露ありなしの違いほぼわかんないですね。ちょっと私の舌だと判別できないと思います。続いて、常温保存と真空の常温保存、こちらも交互に飲んでみようと思います。これは若干差がありますね。真空保存の方が酸味、やっぱり常温保存若干酸化したような印象がありますね。真空保存の方はそのちょっとネガティブな味が若干少ないように感じます。そうですね、常温の状態であれば真空保存の方が有利に働くといった感じですかね。続きまして、じゃあ冷蔵と冷凍結露ありでいきますか。これはもうかなり違いますね。圧倒的に冷凍の方が美味しいです。甘さが冷凍の方が強いですね。香りも入れてる時に思ったんですが、香りも冷凍保存の方が強いですね。冷蔵と冷凍だと圧倒的に冷凍の方が美味しいですね。次、じゃあ真空保存と冷蔵保存いきますか。圧倒的とまでは言わないですけど、冷蔵の方が美味しいですね。ということで、ランキングをつけるとしたら、冷凍保存結露ありなし同率で1位ですね。そして次に
冷蔵保存、まあ同率ですね。冷蔵保存、結露ありなしが同率で2位、同率で3位、そして4位が真空保存、最下位が常温保存ということになりました。まあ結構意外でしたね。ダークホース、真空保存。やっぱ変わるな。冷凍、冷蔵。ちょっとここの差は圧倒的に感じますね。結露による差はほとんどないんですかね。一緒ですね。完全に。はい、というわけでね、飲み比べやっていきました。それではね、今回の比較実験の結果まとめていきます。まずは抽出時の膨らみに関してですね、蒸らし時と2等目の膨らみ、常温保存、真空保存に関しては細かい泡、そして膨らみは小さめでした。冷蔵保存の結露あり結露なしに関しては細かい泡で中くらいの膨らみ、冷凍保存結露あり結露なしの場合は大きめの泡で膨らみが大きいという結果になりました。普通の常温保存と常温の真空保存、このセットと冷蔵の結露ありなしのセット、そして冷凍の結露ありなしのセットが膨らみ方が同じというところを考えると、コーヒー豆のガスの抜け方はコーヒー豆の温度によって変わってくるみたいですね。コーヒー豆の温度が低ければ低いほどガスは抜けにくくて、温度が高いとガスが抜けていく、そういう結果になりました。続きまして飲み比べの結果です。常温保存、少し酸化したような酸味がしました。基本的にはまだまだ美味しいコーヒーなんですが、粗探しをしてみると少し酸化したような酸味を感じました。次に真空保存、常温保存よりは少しほんの少しだけ酸化が弱い印象でしたね。続きまして冷蔵の結露ありとなし、この2つはほとんど差がなくて、常温保存よりは香り味ともにいい感じでしたね。次に冷凍保存、冷凍保存も結露のありなしの差はほぼなくて、香り甘さともに一番強かったですね。飲み比べの結果からも結露のありなしによる味の差というのはかなり少ないのかなと思います。少なくとも私がブラインドでやった場合は絶対にわからないなと思いました。それでは今回飲み比べた6つの保存方法、これに点数をつけていきます。一番美味しかったものが10点、最下位だったものが1点として点数を振り分けていきます。まず常温保存、これは1点ですね。次に真空保存、これは2点です。若干ネガティブな要素が少なく感じました。次に冷蔵保存、結露ありなしともに4点ですね。やっぱり常温保存よりは圧倒的に美味しく感じました。次、冷凍保存の結露ありなしともに10点です。冷凍保存がやっぱ圧倒的に美味しかったですね。2週間経っててもネガティブな酸化したような味ほとんど感じなくて、甘さと香りも一番強かったように感じます。はい、それでは結論ということでまとめます。コーヒー豆の保存は冷凍保存がベスト、冷蔵冷凍ともに結露の影響は無視できるレベル、真空保存も少しだけポジティブな方向に効果がありますということで、普段からのお手軽さとコーヒー豆の品質、この2つのバランスを考えると、結露を気にせずに冷凍保存、これがベストな保存方法だと思います。密閉できる普通のよくあるキャニスターにコーヒー豆をまとめて入れて、毎回使用するときは結露はしてしまうんですが、まあ特に短時間なんで気にせずにやっていくという使い方、これがベストなのかなと思います。というわけでね、細かいことは気にせずに冷凍保存やってみてはいかがでしょうか。この動画が参考になったという方、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは次のコーヒー動画でお会いしましょう。ではまた。